福崎川からホームを望むと堀井駅は、兵庫県姫路市と堀屋座高田にある、西日本旅客鉄道万端線の駅。電気運転の開始までは一面一線で、1970年代頃までは、多くの列車が通過していた。張間国風土器に、王神天皇が、道の雑草を切り払った時に歯が鈍ったので、と堀木と言ったことによるという、相対式ホーム二面二線を持つ、 地上駅。2番乗り場を上下本線とした一線スルーとなっており、特急が通過するときは両方向とも2番乗り場を通過するが、停車列車のホームは方向別で固定されている。停車ホームは多く見られる左側通行方式ではなく、右側通行方式で、西側の1番乗り場が上り停車ホーム、東側の2番乗り場が下り停車ホームである。 万端線の電化区間の途中駅では、京口駅、鶴井駅、新井野駅とともに、無人駅であり、当駅については、駅舎も設けられていない。1番乗り場ホーム上に、簡易型の自動券売機がある。自動改札機はなく、代わりに IC の読み取り機が設置されている。当初は、片面ホーム一面一線だったが、新井野駅とともに、行き違い設備が設置された。 上下とも、毎時2本が発着する。以下に、発車する運転系統、停車駅、本数の一覧を示す。兵庫県統計書によると、2016年度の1日平均乗車人員は679人で、ある。近年の1日平均乗車人員は、以下の通りである。万端線の効果が、山陽自動車道との交差部で地上に降り、踏切を2つほど超えたところに位置する。 山陽道付近より、姫路市の郊外に入る。周辺は、田畑が多く見られるが、宅地化が進んでいる。ABCDEFGHIJKL、兵庫の鉄道全域 JR、三石神戸新聞総合出版センター、2011年12月15日、151ページ。ISBN 9兆7843億4300万6028。 日本国有鉄道工事第151号、関東1951年6月22日、平成28年春ダイヤ改正について、西日本旅客鉄道、 http://www.westjr.co.jp スラッシュプレススラッシュアーティクルスラッシュアイテムスラッシュ 15121802K 半品 pdf2016 年3月26日、閲覧。ハリマチ名研究会、新、姫路の町名神戸新聞総合出版センター、2007年。 ISBN 978から4から343004444ピアニッシモ145から146兵庫県統計書ありがとうございます